皆さん、こんにちは。近頃、性加害をめぐって裁判を起こし、芸能活動を休業しているダウンタウン松本人志さん、その相方の浜田雅功さんとの間に因縁があるのではないかと言われています。今回は浜田さんの松本さんへの因縁、不仲説、解散の可能性、松本さんへの浜田さんの思いについてお伝えしていきたいと思います。まずは因縁についてお伝えしていきます。レギュラー番組を多く抱えていた松本さんの休業により、各テレビ局は代役探しに奔走しています。そんな中、人気レギュラー番組ダウンタウンデラックスは代役を立てず、相方の浜田さんの単独司会で継続することが分かりました。芸能記者によると、ダウンタウンデラックスはもともと浜田が一人で回し、松本はゲストのトークをフォローする役割でした。このフォローが非常に重要で、番組の肝、これがなければ番組が成り立たなくなるとの指摘も多い。松本の代わりは必要不可欠であるため、浜田単独での継続は驚きでしたね。2022年3月、新型コロナウイルスの影響で松本さんは番組を初めて欠席。その際も代役は立てずに浜田一人で行っていました。その時は1回だけだったのでどうとでもなりましたが、継続的となると話が変わってくると思われましたが、アメトーークでは今も宮迫博之が抜けた穴として毎週ゲスト司会者を呼んでいますと同記者は語っています。しかし代役を立てないのはどうやら浜田さんの意向だといいます。同記者によると、アメトーークは蛍原徹が実力不足を自覚していて、ゲスト司会者を立てるようお願いしているようですが、浜田は代役なんていらんと突っぱねているようです。そもそも一人でプレバトやジャンクスポーツを回している浜田ですから、確かに必要はない。スポーツ選手相手のトーク番組を成立させて、芸能人相手のトーク番組を成立させられないなんてことはありえませんから。さらに浜田さんはこの窮地に落ち込むどころか、むしろやる気を出しているといいます。ダウンタウンはどちらも天才であることは間違いないが、やはり松本を神格化する声が圧倒的に多い。特にここ数年はそれが顕著で、実は浜田はこれに劣等感を抱いていたそうです。中でも決め手になったのは、コンビでやっていた冠番組ダウンタウンナウを松本単独の番組人志松本の酒のつまみになる話に変えられてしまったこと。もともと浜田はコンビでの仕事はどことなく松本に遠慮して聞き役に回り、自分からぐいぐいと笑いを取りに行くことはなくなっていたが、それがさらに顕著となり、一部では無気力なんて言われていた。そのため浜田はダウンタウンデラックスを一人でやり遂げて、自身の価値を再び証明したいのです。浜田がここ数年でやたらとやる気を取り戻してレギュラー番組を増やしていると、以前に松本が指摘していましたが、浜田としてはどんどん高みに登っていく松本に肩を並べるように訓練をしているという意味合いがあったのでしょうと報じました。次は不仲説、解散の可能性についてお伝えしていきます。お笑いコンビダウンタウンの松本さんが松本家の休日で相方の浜田さんと10年ほど不仲の時期があったと明かしました。この回のゲストはベッキーさん。バラエティ番組の本番前に楽屋挨拶は必要かという話の流れから、出演者の雨上がり決死隊の宮迫博之さんだと、コンビでも楽屋が別々の場合もあるという話に発展。そこで松本さんはダウンタウンは現在楽屋が別々であることを話し、それに続けて一時死ぬほど仲悪かったからなと話し出しました。驚く出演者に、あいつの散髪したてとか刈り上げの頭を見て後ろから殴ったろかってと笑いを誘ったものの、不仲だった期間を問われると、10年くらいあったよ、ここ数年やで気になれへんようになったのと話しました。ラリー・トーダさん曰く、ダウンタウンの2人はなんで仲良くせなあかんのなどと、昔からお互いに仲が悪いことを散々ネタにしています。幼なじみで
デビュー当時はいつも一緒だったのかもしれませんが、すでにコンビとしての活動とソロ活動もバランスよくできていて、コンビを解消する理由は何もないはずです。もはや2人の間には阿吽の呼吸があるでしょうし、四六時中ベタベタしている必要もない。ちょっと距離があった時期があったということではないですか。楽屋もスタッフとの打ち合わせも別々にということが多いですよ。ソロ活動が多いコンビの場合、接点がほとんどないこともありますから、不仲と言われることもありますが、全てが不仲とは限りません。そのあたりははっきり分かりませんから、周りのスタッフが気を使うことも多いようですね、とのことです。口コミでじわじわと話題になりつつある野良占い師フォーチューンテラ小妻 SOS さんが、タロットカードで濱田さんの2024年の運勢を深掘りしています。1月はハプニングを意味する愚者のカードが出ています。松本さんが活動休止を発表したのも1月、このカードが出てくるのは必然だったと言えるでしょう。ちなみに2月も不安定といった意味のペンタクルの10の逆位置が、3月は迷いを示す恋人の逆位置が出ています。濱田さんとしては、一人残されたことへの不安や解散の2文字が頭をよぎってしまうのかもしれません。一方でその後は落ち着いた状況が続くようです。途中の6月には慎重を表すペンタクルの8の正位置が出ています。置かれた状況を把握することで、少しずつ濱田さんのメンタルも回復していくのでしょう。8月も達成などポジティブな意味を持つワンドの6の正位置が出ています。コンビの問題を含め、2人で今後のことを相談し解決に向かう可能性が高いです。下半期は大きな運勢の変動が見られないため、波乱万丈な前半を経て落ち着いた1年となるようです。強いて言えば12月にワンドの2の正位置が出ているのが気になります。このカードは計画や発展という意味を持つため、年末に大きな仕事が待ち受けている可能性が高いです。日本テレビで大晦日に放送されていた人気番組笑ってはいけないシリーズ復活の兆しでしょうか。解散の可能性については、今後の松本さんの動向によって変わってきそうです。最後に松本さんへの濱田さんの思いについてお伝えしていきます。2人は尼崎市出身で小中学校の同級生、半世紀以上共に行動しており、濱田さんは過去に、ダウンタウンはこの人の才能でここまで来てる、そこはもうリスペクトしてますよと全幅の信頼を寄せている。2人は22年に大阪なんばグランド花月での吉本興業創業110周年特別公演伝説の一日で31年ぶりに漫才を披露。濱田さんは、ダウンタウンで最後は花月で漫才して終わると決まっていると話すなど絆は強い。松本さんは22日に週刊文春の発行元文藝春秋などを相手取り、名誉毀損に基づく損害賠償などを求めて東京地裁に提訴。第一審だけでも1年半から2年かかるとみられ、最高裁まで争うことになると、その期間は約5年になる可能性もある。一連の騒動を濱田さんは冷静に受け止めているようです。松本さんが年単位の休業となれば、番組などを一人で続けていくのは大変ですが、そこは濱田さんの腕にかかっているのではないでしょうか、と同関係者ラジオでの発言を含め、今後の濱田の動向に注目が集まります。制作関係者によると、濱田さんは現在吉本を通じてではなく、松本さんと直接連絡を取り合っていると聞いています。結成から42年、もともと幼なじみの2人でしたが、人気となってからは長らくプライベートであまり話すこともなく、顔を合わせるのは収録の現場だけでした。それでも2人ともダウンタウンのユージの時は直接話し合って対策を練ってきたといいます。濱田さんは昨年2月、還暦前に受けたスイッチ氏のインタビューで、俺は元気なうちに辞めたいねん、いつまでもしがみついてええんかみたいなことない、もう今テレビの世界もえらいことですわ、ととろ吉本から引き止められていると打ち明けました。今後の仕事についても、うちの相方がどう動くかによってどうするかやから、
と断言していました。かねて浜田さんはダウンタウンは松本と公言。松本さんとは運命共同体なのでしょう。今回も万が一松本が引退するようなことになれば俺も一緒に引退すると悲壮の覚悟を示していたそうです。浜田さんは2003年浜ちゃんとのロケで志村けんさんと一泊二日の熱海旅行をした際、ダウンタウン理想の最後をこう語っていました。ダウンタウンで最後どうすんねんっていうのは、花月で漫才しようって言うてるんですよ。そこは決まってるんです。デビュー当初こそ漫才をしていたが、ブレイクに伴い機会が激減。しかし2022年4月には同所で行われた吉本創業110周年特別公演伝説の一日で31年ぶりに漫才を披露して話題になりました。浜田さんはダウンダウンの就活を約20年前から考えていたようです。今後の展開次第ではダウンタウンとして活動できなくなる可能性も否定できません。その場合、松本さんの意向を浜田さんが直接聞き二人で判断することになると思いますと前室の制作関係者は語っています。いかがでしたか。今回は浜田さんの松本さんへの因縁、不仲説、解散の可能性、松本さんへの浜田さんの思いについてお伝えしていきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。